screen comes up. All right, we got blue screen coming. Load it up. All right, everybody, let's get started. Chapter 9, The Rescue. ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ。大丈夫だ、キリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しに、たった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい。その一心でな。ああ。ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを、今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。Between the sheer gameplay and the sheer things that drive this game, the culture, a lot of things. こいつがあのジャガのアジト。そうだ。So yeah, if we got them straight to the. 伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ、キリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。Hey!
Yeah!
All in, man. ハルカ、そろそろ来ると思ってたよ。キリュウカズマ、12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした。とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ。おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。
Fake moat. Oji-san. Komenne. Komenne. Kiryu Kazuma. You kind of Genko Han to stay. Taihosu. Really, though?なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ。あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか。手を引けって。では。They always do some bullshit, right?ハルカ、ハルカ。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA?ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の。ああ、どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。あれはまずい。どうした？ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前そいつで奴らの足止めをしてくれ。わかった。 I love rail shooters.
邪魔だな。バカでゲートが来たぞ。
the screen, everybody, so you already know what's going down. We might as well go ahead with chapter 10. Chapter 10. いるんじゃねえか。おお、組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで下手になんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは…誰がヘタレだって。誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。Chapters together, man. I mean, when it was too quick, you gotta get some refreshment in. そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど。兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おう、お前、無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。
歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないならペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生、セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。わー、今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジ君、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何。今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワーは祭の河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
gets gruesome. Excuse me. Whoa! Why did the drunk man want to fight me though? Face playing on go. Teme mezawari nan da yo. Nani katte ni ore ra no shikai ni haitte kiru. Oi. Kikoete masu ka?決議まで無視ってやるよ。後悔する。
分かってんのか。誰の許可取って俺らの視界に入ってきてんだ。おい、ぶっ殺すぞ。後悔するな。
てめえ殴るわ。邪魔だ。今どこだ？雑居ビル跡です。サイの河原近く。バッティングセット。分かった。早く来てくだ。俺ちょっとそこな。お前今ガンつけたろ。目障り。に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。分かった。すぐにそっちに向かう。ああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと？アラセの兄貴？そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたきゃ打てよ。シンジは打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。
兄貴。すいません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。シンジ。お前。シンジ。シンジ！Chapter 11. Basically, like I said, I'm gonna stop there because I did chapter 9 and 10 together. So, we'll be back here another time. This is Tracer 34, Tracer Senpai. God bless. This thing is getting intense. I'm enjoying every moment of it. So, we'll be back.